コソボ社会主義自治州は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国で、ある、セルビア社会主義共和国にあった、二つの自治州のうちの一つである。1974年に設置され、1990年まで存続した。スロベニア社会主義共和国、クロアチア社会主義共和国、ボスニアヘルセゴビナ社会主義共和国、モンテネグロ。 社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州コソボメトヒア自治州は1970年代を通してユーゴスラビア連邦そしてセルビアの枠内で次第に自治権を拡大していった百七十四年のユーゴスラビア憲法改正に伴って自治州は正式に コソボ社会主義自治州となり、ユーゴスラビアの他の自治州とほぼ同等の地位を得るまでに至った。メトヒアの故障は、アルバニア人の間では使われていなかったために、州名から外され、代わって社会主義思考を明確にするために、社会主義の語が加えられた。ユーゴスラビア憲法及びセルビア憲法によって、自治州の地位が定められるとともに、 コソボ社会主義自治州は独自の憲法を持つようになった。コソボ社会主義自治州には独自の政府が置かれ、大統領評議会を持つなどの高度な自治権を獲得した。また、ユーゴスラビアの大統領評議会の議席を持ち、拒否権も含めて、他のユーゴスラビアの構成国と同等の地位に置かれた。アルバニア人によって占められる、コソボの支配者たちは、 コソボを自治州から共和国に昇格させ、完全に他のユーゴスラビアの構成国と同等にすることを求め続けていた。1980年にヨシップ・ブロズチ島が死去すると、この要求は一挙に拡大した。1981年3月、アルバニア人の学生らがコソボの独立を求めて抗議運動を起こした。間もなく状況は急速に激化し、 修繕域に広がる暴力を伴う激しい集団暴動へと発展した。ユーゴスラビア連邦当局はこれを厳しく鎮圧して騒動を収めた。ヒアルバニア人のコソボへの移入が増加し、アルバニア人とヒアルバニア人との間での民族的緊張は高まり、暴力を含む衝突は増加していった。1986年。 スロボダン・ミロシェビッチがセルビア共産主義者同盟の党首となると間もなくコソボ及びボイボディナの支配権を奪った。1987年にはアルバニア人による大規模な衝突へと発展した。1989年6月28日、ミロシェビッチは多数のセルビア人を前にしてコソボポリエノガジメスタンにて1389年の コソボの戦いの600周年記念を祝福した。ミロシェビッチのこの時の演説は、ミロシェビッチによる支配時代の幕開けとして記録に残るものであり、その後に続くコソボの危機を引き起こした重要な出来事の一つであった。セルビア民族主義の要求の具現化もまた、コソボ危機の重要な原因の一つである。1989年、ミロシェビッチは、 コソボの自治権を剥奪し、1971年以前のコソボメトヒア自治州の状態へと差し戻した。こうして、コソボ社会主義自治州は終わりを迎え、コソボメトヒア自治州へと引き継がれた。1981年の国勢調査では、州の人口は158万4441人であった。これは、 社会主義自治州が存続していた期間に行われた唯一の国政調査であった。その民族別の内訳は唯一の政党はコソボ共産主義者同盟であり、これはユーゴスラビア共産主義者同盟の下部組織である。社会主義自治州の憲法は州内において最高の法である。行政委員会議長行政委員会議長人民。 解放委員会議長人民会議議長幹部会議長、ありがとうございます。